デハビランドゴーストスウェーデンでライセンス生産されたゴースト RM2 デハビランドゴーストはデハビランド社の2番目のターボジェットエンジンであり民間航空で使用された最初のジェットエンジンであるデハビランドゴブリンの拡大版であり最初のジェット旅客機であるデハビランドコメットのほか、デハビランドベノムサーブ2 9ンなどに搭載されたデハビランドは後に コメットとして実現する500マイルパーアワーで大西洋横断可能なジェット旅客機計画の研究を1943年に開始したが、これがゴーストの誕生につながっている。フランク・ハル・フォードが設計した最初のジェットエンジンである H-1 の生産は開始されたばかりであったが、ハル・フォードはコメットに必要な出力を H-1 の単純なスケールアップで実現した。 H-2 は、H-1 が小型の燃焼器を16個持っていたのに対し、より大型の燃焼器10個とし、それぞれの燃焼室により多くの空気を送り込めるように、分割型空気取り入れ口を採用した。プロトタイプが作成されている最中に、デハビランドは、ハルフォードの会社を買収し、デハビランド発動機が設立されたため、H-1 及び、H、H-2 は、 それぞれゴブリン、ゴーストの名称が与えられた。ゴーストは1944年には地上試験が開始され、1945年には飛行試験が実施された。これはコメットやデハビランドベノムの機体の完成にずっと先立っていた。この時点までにゴーストはスウェーデンの JXR 戦闘機プロジェクトでの採用が決定していた。トゥンランの設計中、スウェーデンは スイス経由でドイツの抗体翼のデータを入手し、トゥンナンにも抗体翼が採用された。トゥンナンの初飛行は1948年であった。量産用トゥンナンにはスベンスコフライングモーターがライセンス生産した RM2 が搭載された。ゴーストの次の採用例は1949年7月27日に初飛行したコメットであった。このプロトタイプ機は 水力 5000LBF のゴースト50を搭載していたが、より強力なエンジンが開発中であったため、これは過渡的な処置であった。強力なロールスロイスエイボンを搭載した機体はコメット2となる予定であったが、エンジンの開発は遅れていた。このため、ゴースト搭載のコメット1が量産されることとなった。ゴーストの水力不足を補うため、 薄い外材を使用することによって軽量化が図られた。これが後に金属疲労による連続事故の一因となった。コメット用としては複数のバージョンのゴーストが使用されたが、最後のゴースト50マーク4は金属疲労問題を解決した新しい胴体を持ったコメット 1XB に搭載されている。イギリス空軍は デハビランドヴァンパイアの搭載量を増加する改良を依頼したが、それには大きなエンジンが必要とされた。この性能向上型はデハビランドヴェノムとして知られているが、ヴァンパイアとの共通点は多かった。ゴーストを搭載したヴェノムの初飛行は1949年9月2日であった。この時点までに水力 4850LBF を出すマーク103が完成していた。 ベノムは主に戦闘爆撃機として使用されたが、夜間戦闘機としても使用された。イギリス海軍艦隊航空隊も溶撃機としてベノムを採用し、シーベノムという名称で広く使用された。一般的特性構成要素性能、ありがとうございます。